こんにちは、社長です。あ、ちょっと待ってください。今日僕12時にここ来て、今2時45分なんですけど、今日初めて、はい、始めましょう。始めましょう。はい、今日の動画なんですけども、以前、YG サーブだけで試合するっていう動画を出したと思うんですけど、あれからちょっと時間が経って、僕もサーブ練習結構重ねて、結構前と比べるとだいぶ YG が使えるようになってきたので、お改めて今日卓吉さんと YG で対決したいと思います。もう練習し始めて1年ぐらい。まあそうですね、6月去年の誕生日から練習し始めて、で最近特にやっぱり実戦でも使うっていう意識で練習してたんで、だいぶちょっとミスは減ってきたかなと思うので、じゃあ前回の続編ってことですね。まあそうですね、アップグレードバージョンということで。で、最終回が次の誕生日でしょ。最終回次の誕生日ですね。じゃあ早速お願いします。お願いします。まあ先を直前まで2時間半サーブ練習してますから誰のせい。これ
い。やーばい。え、あー。おお。終わった。超。どうですか？前の動画見ていただけたら分かると思うんですけど、本当に前はもうサーブミス連発とかしてたんですけど、結構しっかり意識して練習したら出せるなっていったんで、試合で使う意識を常に頭に入れてサーブ練習する時も、台の前に相手がいるっていうつもりでサーブ練習をすると、よりサーブを身につけると思うんで、サーブ練習する時はぜひ参考にしてみてください。またさらなる完成度を目指して頑張っていきますので、楽しみにしてください。さよなら。 Hey!